本堂家灰した宝刀と紅葉石山寺は、滋賀県大津市石山寺にある、当時神言衆の大本山の寺院。三号は、石光山。本尊は、如遺輪観世音菩薩、海山は良弁。西国三十三所観音霊場第十三番札所となっている。二千十五年四月二十四日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水井さんの構成文化財として、 日本遺産に認定される。本尊神言、オンバダラワンド名運を栄の後のようを願う心若、六友仏の近いもき石山当時は、琵琶湖の南端近くに位置し、琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の右岸にある。本堂は、国の天然記念物の景杯石という巨大な岩盤の上に立ち、これが寺名の由来ともなっている。影老日記、しな日記。 枕の創始などの文学作品にも登場し、源氏物語の作者紫式部は石山寺三郎の折に物語の着想を得たとする伝承がある。大見八景の一つ、石山秋月でも知られる。紅葉の名所としても知られ、秋にはライトアップが行われており、2015年に日本夜景遺産に認定された。また、洋画家の三谷友好によって寄付された。 関西美術院を所有する。石山寺縁起絵巻によれば、聖武天皇の発願により、天平十九年、両弁が聖徳太子の年次仏であった如意林観音をこの地に祀ったのが始まりとされている。聖武天皇は、東大寺大仏の造立にあたり、像の表面に土金を施すために、大量の黄金を必要としていた。そこで、両弁に命じて、 黄金が得られるよう、吉野の金峰山に祈らせた。金峰山はその名の通り、金の山と信じられていたようである。そうしたところ、両弁の夢に、吉野の金剛座王が現れ、こう告げた。金峰山の黄金は、弥勒菩薩がこの世に現れた時にち黄金で覆うために用いるものである。大見国島郡の湖水の南に観音菩薩の現れたマウト地がある。 そこへ行って祈るがよい。夢のお告げに従って、石山の地を訪れた両弁は、平明神人の化身である老人に導かれ、巨大な岩の上に、聖徳大使念事物の六寸の近藤如意林、観音像を安置し、草案を立てた。そしてほどなく、道の区国から黄金が算出され、言語を天平商法と改めた。こうして、両弁の手法は、 平原新たかなることに一生できたわけであるが、如意林、観音像がどうしたことか、岩山から離れなくなってしまった。やむなく、如意林、観音像を追うように道を建てたのが、石山寺の早々という。そもそも焦燥院文書によれば、この石山の地は、東大寺を建立するために、大見国の各所から伐採してきた木材を集めておく場所であったのが知れる。この地が、 東大寺や両弁と強いつながりがあったのがわかる。その他資料としては、現行尺書や、広大であるが、宝永2年の白髭大明神縁起絵巻がある。その後、天平法治5年から、作り石山寺書という役所のもで道具の拡張、仮覧の整備が行われた。詳細委文書によれば、蔵東大寺主からも、仏師などの職員が派遣されたことが知られ、石山寺の造営は、 国家的事業として進められていた。これには、純銀天皇と皇賢上皇が造営した、ホラグーが、石山寺の近くにあったことも関係していると言われる。本尊の素像ニおイリン、観音像と秋地の金剛座王像、周金剛神像は、天平法治5年から翌年にかけて制作され、本尊の体内に、聖徳大使年次物の六寸ニおイリン、観音像を収めたという。以降、 平安時代前期にかけての寺師はあまりはっきりしていないが、自伝によれば、消防、関県などの当時巧妙な層が雑として入寺している。消防と未県はいずれも第五次関係の層である。石山寺と第五次は地理的にも近く、この頃から石山寺の密教化が進んだものと思われる。石山寺の中高の祖と言われるのが、菅原道真の孫の第三世雑。 淳助内具である。内具とは、内具部,部従前寺の略称で、天皇の傍らにて、常に玉体を加持する層の称号である。高層でありながら諸職を誇示していた淳助は、やがてこの内具と称されるようになった。石山内具、不原因内具とも呼ばれている。淳助は、体が不自由で、正式の座法で座ることができなかったことから学業に、精霊し、膨大な著術を残している。 彼の自筆本は今も石山寺に多数残存し、匂いの盛況と呼ばれ、一括して国宝に指定されている。この頃、石山参りが宮廷の官女の間で盛んとなり、影楼日記や晒しな日記にも描写されている。現在の本堂は永長元年の再建。東大門、多宝島は鎌倉時代初期、源、 よりともの鬼神により建てられたものとされ、この頃には現在見るような時間が整ったと思われる。石山寺は陛下に合わなかったため、建造物、仏像、経典、文書などの貴重な文化財を多数伝存している。石山寺の紫式部石山寺は多くの文学作品に登場することで知られている。聖昌納言の枕の宗208段には寺は坪坂、 笠木、法輪、霊山は、釈迦仏のお隅かなるが哀れなるなり、石山、小川、滋賀とあり、藤原道綱母の、影老日記では、天独元年7月の記事に登場する。さらしな日記の筆者、菅原高瀬城も、監督2年、石山寺に賛同している。紫式部が、源氏物語の着想を得たのも、石山寺とされている。伝承では、 観光元年、紫式部が当時に賛同した際、8月15夜の明月の晩に、妻、赤子の牧の発想を得たとされ、石山寺本堂には紫式部の間が作られている。泉式部日記では、つれ連れも慰めむとて、石山にもう出てとあり、泉式部が、厚道親王との関係がうまくいかず、虚しい気持ちを慰めるために寺にこもった様子が描かれている。 当時の本尊であり、重要文化財に指定されている。本堂王の巨大な寿司に収められている秘物である。33年に一度の回避と、天皇即位翌年の回避以外は原則として公開されず、回避は直視により行われるため、石山寺では、日本唯一直風、観音としている。造庫約3メートル。女遺林、観音像は6、肘像が多いが、 本像は2、肘像で岩盤の上に直接座している。本堂の再建と同時期の平安時代後期の作と推定される。像内からは奈良時代の混同物4体、水晶性五輪塔などが発見され、これらは2003年本像の付属として十分に追加指定されている。本像は以下の機械に回避されている。出典2000年までの指定物件については、 国宝、重要文化財大前別館による、ありがとうございます。